張れ、ヤジブジャファイト、とてもいい反応、本当に皆さん本当にコメントありがとうございます。皆さんもぜひ応援してください。それでは行きましょう、波動ファイト。まあ、言ったらここは消化試合みたいなとこありますけど、はい、まあ、両チームと頑張ってもらいたいですね。でもそうですね、消化試合かもしれないんですけども、本人たちは結構もう一勝できるかできないかなので、ここの一勝はやっぱその今後の戦い方にもつながっていきますので、さあ、ヘンリルからしたらヤジビジャ上位層なんで、そこに勝てるっていうのは自信にもつながるんじゃないですかね。そうですね。さあ、ケンリルは1135、5221、4231、4231をここで使ってきました。対するブルーサイド野獣とビジョンは521が2人の1135といったステータスとなっております。さあ、野獣とビジョンからはですね、ココア選手、モケ選手に代わりましてココア選手、になっております。そして、カブトムシ選手もいらっしゃいますね。ジェミー選手、ココア選手、カブトムシ選手、対するケンリル変わらず、ゆうき選手、しおき選手、しおしお選手、残り時間が少なくなってきた、2対2。さあ、まだまだ分かんないぞ、残り10秒。さあ、お互いにシールドを張り終えたので、シールドが1枚もない状態、はい、後ろから狙っていくか。さあ、オーバータイムマッチに入ります。さあ、野獣と美女からね、外側からモケ選手がオーバーでいいよというね、声かけをして立て直すような、ね、感じになりました。最後の野獣美女のゆうき選手に対する集めが、はい、結構1枚ってこともあってね、連携感がすごかったですね。さあ、ここでレッドサイド、ケンリル、左側、ゆうき選手にエナジーボールが集まっている。ゆうき選手が避けてる間に、しおしお選手が前に、取った取った